今日はちょっとベルギーの一日を見せたいと思います。朝はだいたい同じ毎日。いつもヨガとメディテーションが必要。それがなかったらあんまり起きれないタイプ。I really recommend meditation for anyone who feels stressed, or in my case, I also have ADD, so it helps me to focus and concentrate. So it's my brain training. おすすめです。あとちょっと見て、これもうなんかめっちゃ寒い。ベルギー寒い。なんか思ったより寒いです。ほんまに今日は15度になると書いてあるけど、もうほんまに寒いと感じます。ほんまに寒い。どうしようかな、もっとセーター買おうかな。ベルギーの寒さはそんなに大阪と違わないんですけど、なんか冬が長い。9月から寒い。多分9月から来年の4月まで寒い。だから寒い時が長い。大阪は反対ね、暑い時が長い。慣れないといけないですね。ベルギーの天気。はい、じゃあ朝ごはん。Juju? Yeah, I think Juju. Hey, Enjuka. Yeah. Come is not better. She likes going outside. これは庭です。結構大きいね。ちょっと音、まあ大丈夫。あれ、ワルジバラカ。ワルジバラカ、ズック、ズック。ボールがあるけど、どこにあるかな。ズックって、探せ、探して。おう。汚い。あ、まあ幸せそうね。これで OK かな。ボールじゃなくても。多分ね、ワンちゃん一番寂しかった。日本にいた時。毎日ワンちゃんのこと大好きなジュジュ。楽しかった。よいしょ。来た。来た。それは多分ベルギーのいいところ。なんかだいたい家が庭あります。
それは日本ではちょっと難しいですね。さっきお母さんとお父さんとちょっとショッピングに行きました。で、トゥルーン、新しい友達買いました。このちっちゃいも買った。今新しい部屋できたからちょっとデコレーション。これはめっちゃ古い、なんか私まだ日本に行ってない時からの、なんか 私国に住んでた時めっちゃ綺麗やったけど、今なんか全部死んじゃいましたよ。あとこれは日本からの、私のめっちゃ好きなキノコ ガチャガチャで買いました。これごめんなさい。で、これはちょっと変かもしれないですけど、 There's no holes in the bottom of this, and if I want to put plants inside, I need to make sure I can give them water and that the liquid has somewhere to go. So I'm gonna use pistachios, aka pistachio shells. Usually people put like little stones at the bottom. I don't have stones, so pistachios. Delicious. おいしい。はあ、もうお腹いっぱい。さっきランチ食べたし、頑張ります。これで足りるかな？足りないかな。このちょっとレアあったら植物のためにいいかもしれないですね。けど私プロじゃないんですよ。全然、これでいいと思う。足りるかな？足りないかも。 OK。 で、 My little friend、 ちょっと寂しいけど Only one だけど、後でもと買います。友達一人入れときます。ちょっと変なメニューになったね。ごめんね。じゃじゃーん。けどね、これは私の生活です。最近。普通に仕事を探して、両親と買い物をして、新しい部屋を掃除とかデコレーションとかして、ワンちゃんと遊んで、しています。ほんまにそれ。どうぞ。Okay. そしていろいろ友達と一緒に遊んでました。昨日高校生の友達とベルギーでの寿司屋さんに行きました。で、意外と美味しかったです。なんか前ベルギーの寿司屋さんの寿司を食べた時はちょっとなんかちょっと違うって感じでしたけど、昨日ほんまに美味しかったです。けどちょっと高いですね。ベルギーでの寿司はめっちゃ高いです。仕方ないですね。このままで OK。で、これは部屋の上にします。これはね、日本語で分からんけど英語でスパイダープラント、クモの植物、スパイダープラント、私がめっちゃ好きな植物。なんか早く大きくなって子供ができる植物です。ここは1個、あとここ2個目で、これも切って土に入れたら新しいスパイダープラントになる。だからめっちゃ好きなやつです。面白い？面白くないかな。まあ This is my life ですね。で、ちょっと部屋見せようかな。多分後でちゃんとするけど、これは私の、まあ、子供の頃の部屋ですね。なんか広い。ほんまに広い。けど前はちょっと机があったけど。で、今はこのアティックの新しい部屋。で、多分これはちょっとリビングスペースになってほしいです。けどまだ
まだあんまり何もない机だけ。 Hey, it's Kazuki! Hey guys! What time is it over there, honey? Almost 5. Yeah, it's midnight here in Japan. 皆さんこんにちは。お久しぶりです。眠そうね。こちらは今12時、夜の12時。いつもこの時間に電話なんで、ベルギーは今9時。こっちは12時です。眠いですが。眠いですが、頑張りましょう、皆さん。頑張ったね。怖くない。眠いだけで。うん、そうね。けど今から寝て。ちょっと YouTube ビデオ、お知らせのビデオアップしました。ちょっとお腹空いてきた。 Then now it's time for a snack. これ見てください。これはね、全部、あ、これは違いますけど、これは全部ビーガンのスナックです。私日本の時ビーガンじゃなかったんですけど、ベルギーではヴィーガンの生活はそんなに簡単だから、食べれるものいっぱいあるから、まあヴィーガンの方が動物にいいからヴィーガンです。でこれはヴィーガン、これもヴィーガン、もちろんオリオはヴィーガン、ベルジアンチョコレートでもヴィーガン。これはすごい嬉しいね。ヴィーガンライフが簡単です。試してみましょうか。これはベルバスのベルジアンチョコレート。 No sugar added。 苦いかな。ビーガンのチョコレートはいいやつと美味しくないやつもあるから、これはちょっと分かんないね。かわいい。うん、美味しい。うん、うん、これは美味しい。苦いけど美味しい。イエイ、ビーガンチョコレート。よっ、疲れた。今は長い間就職してました。時間かかるね。多分ベルギーでの就職はちょっと日本の就職と違うと思いますね。今手紙書いてたばかりです。けど多分なんか面白いのを見つけましたよ。留学についての仕事を見つけました。それしたいな。けどまだ終わってない。いろいろアプライしてます。頑張ります。ジュー、 I'm finished。 遅くなりました今はもう11時半です。ちょっと眠い。じゃあそろそろ寝ようかな。Thank you.
今読んでる本、これはパトリック・ネスの The Knife of Never Letting Go。 でもこれだけ読み終わりましたけど面白い、結構有名、ちょっと怖い感じけど絶対泣くやつだと思います。そう、ちょっとこれ読んで寝ます。おやすみ。